んでしょうなんで、みんなで上手くなってこういうのが面白いよね。プレミアついてる、ね、時間もんだね。すごいね。買いたくなっちゃったら困る。バルセロナは結構ビーチ沿いは意外にもリゾート感があります。なんだっけ、まあ、カラマイドゲット、まあ、イカですね。イカです。なんかあの商品名、イカの料理名、なんグリルドスクイット、グリルドスクイットだから、まあ多分ガーリックテイストなんじゃないですか。一緒に食べていきます。バルセロナのビーチ、海です。結構本当にリゾート感が強い、まさかのリゾート地。